です。こんばんは。もうそろそろ1年経つのに、それぞれのなんか人じゃん。バグしたの？あれだよ。総括。人間関係的な。そうそうそう。全然知らない。総括が言いたくて人じゃん。俺普通に相関図聞いても面白くないじゃんってことで、今回は中丸くんの相関図を俺と風磨で作ってみます。おお、ありがとうございます。ちょっとだから一緒に作ってみよう。さすがに人間関係はもう分かりますもんね。じゃあまず友達書いていこう、二人で。何書いてる？若めの飲食業経営者。バカじゃない。そういうことじゃないんじゃないの？言うんです、中丸くん友達は。ダメだって、そんなに書いたって。でもマジで友達少ないですからね。はい。まあ合ってますけどね。なんかいいです。友達いっぱい、いっぱい書いていこう。上田くん友達ですか？そうなんだよね、上田くんってそこに入ってくると思うんだよ、はい、ちなみにこことここも繋がってます。ここは師匠だから。まあ、師匠に当たりますかね。まあ、これは精一杯です。え、少な、少なくない？ああ、まあまあまあ、そうっすね。これもそうでしょ。まあ、そうっすね。こういう関係がわかんないな。いや、で、出てる方ですよ。サバゲーとか最近やってるんですか？コロナでもう2年ぐらいやってないっすね。いやいや、あと後輩、仲良くしてる後輩。いいがりじゃないですか。いたい。あと何？先輩の…先輩とか繋がれる先輩ね。あー…おー…こんな感じ。これです。いや、よく知ってますね。エピソード的には合ってますね。だって俺それトイメンになるの。あ、そうでしたっけ。めちゃくちゃ褒められてたの。いや、なんか過去に書いた絵を、こう…なんか見てもらって知ってくれてたんだよね。めちゃくちゃすごいじゃん。すっごい嬉しそうにしてた。で、アドバイスもらいましたね。なんかその殺風景な風景の絵だった。だからなんかもうちょっと味出すためになんかこう人のシルエットとか、そういう生きてる何かを入れるとかみたいな。それを生かして描いた絵がこちらです。それで素材ください。わかりました。あー、聞く風ね。自分で借りに、どう思われてるか。もう簡単っすよ。恥ずかしい。これ中学生のプリクラでも書かないっすよ。山田も書いとこ。どう思ってんだろうな、中丸雄一って。山田ですよ。できた。できた。うわ、ありがとうございます。いや、正直なんか思った以上にめちゃくちゃ細かく書いてもらったんで。いや、細かいよ、マジで。もっとざっくりかと思ってました。大体合ってますね。まず師匠がね、師匠合ってね。師匠はまあ、まあ、合ってますよね。まあ間違いないです。ヒデさんなんかおっしゃってますから。じゃあ友達。え、これ若めの飲食業経営者ってこれバラされなきゃいけないですか、これ。飲食業やってる人ですね、友達で言いますけど。ちょっと黒い匂いはします。いや、黒くはね。あれだってクリーンの。でもね、ちゃんと言いますね。まあまあ、ね、ちょっと安心する。そういうこっちの業界じゃない人との友達がいるっていうのは。ちなみにジャニーのチャンネルチェックしてる。ありがとうございます。あ、めちゃくちゃ好きで、もチャンネル登録して。はい、全然繋がっていただいて構いません。で、ここも繋がってますか。そう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 。ああ、もともと上役のなんか友達かなんかです。逆に言うとここなんだよ。ここなんだと思う。まあメンバー遊んだりとかしないですもん。いや、だから若い時は行ってたけどね。ご飯行くとか、おた、なんかその実家行ってみるとか。メンバーです。でもそんなもんじゃないですか、みんな。いや、ここが意外なぐらいです。ここで遊びに行くっていうのが。いや、上田君はね、あれなのよ、カトゥーになる前からその同じグループだったり、あと帰りが電車一緒だったんですよ。いや、だとしてもじゃないですか。だって俺も中島とデビューする前から一緒ですけど、遊ぶことなんて一回もないですよ。そして、まさか、まさか、でももしかして同期みたいな。あ、そうですね、同期ですね。あと同期誰？藤ヶ谷と、まあ亀梨君も同期ですね。あと ABC のスカッちゃんとか同期ですね。あ、あと越岡。あ、越岡だ。越岡でも分かんないから書きます。いやそんなこと言うな。めんどくさいんじゃない。越岡書く？越岡君いい人なんですか、めちゃくちゃ。結構残ってもうそれでグループ
めます。すごい。結構残っただけです。あ、だからメンバーっていうのも同期なんじゃん。あ、同期です。はい。で、以外ね、後輩これは。以外は番組なんか一緒になったことがあって。そこからなんで連絡先交換することになるんですか。いや、なんか結構本格的にマジで見に来てくださいみたいな感じだったから。今さ、ちょっとすごくないそれは。え、お前そこの先輩に行くんかみたいな。あれ、いや行くんすよ、やつら結構タフっす。あれすごいよね。だって僕がジュニアの時に二宮君に連絡先聞けるかっても聞けないっすもん。普通聞けないっすよね。聞けない、聞けない。てかコンサート見に来てくださいなんて言えない。今のも違いますね、ちょっと。なんかまあ今の子が違うか、中丸が舐められてるかどっちか。中丸って言うんですよ。 SNS の発展もあるじゃないですか、やっぱ LINE とか。あ、電話番号よりちょっと聞きやすくなってんじゃないですか。確かに。でこれは山田、山田くんですか。うん、未だにでもなんかすげえジャニーズの人だなって思いますけど、ね、だとしたら気使ってるじゃないですか。許してる。本当ね、すげえジャニーズの人だって。え、山田くんって意外にジャニーズの人じゃないですって。顔以外割とジャニーズの人じゃなくないですか。まあ、ゲーム好きだしね。はい、でも本当に山田くんの印象って前も言いましたけど、本当子供、そのちびっこジュニアのイメージしかなかったんですよ。大人になったこの感じが まだちょっと慣れてない。つかめてないんだ。ゆういちゃんつかめてないんだ。ゆういちゃんでなんて。うまっちゃんみたいな。小山は、あの部屋は近いですね。ちょっと後輩っすけど。え、加藤は？加藤もちょっと後輩ですね。まあ、でもあの辺は仲よく話しますね、あったら。結構多いんだね。まあ、前後のっていうか入った人結構多いかもしれない。中丸くんの世代が多いっすよね。多分ちょっと多いのに。だってカトゥーンニュースはみんなそうじゃないですか。割とあとキスマイとかも。そうだね。関ジャニとかもちょっと先輩っすけど、でも一時ずっと同じ舞台やってたりとかで結構仲よく。グループ？グループで。へえ。昔横山くんとか村上くんとかが打ち遊びに来たことあるんですね。え？昔ですよね。あと誰だろう。翔ちゃんは？翔くんも先輩ですね。つながりは？いや、まあお仕事でお邪魔させてもらったことがあるぐらいですかね。その番組に。相葉くんも？同じ。相葉くんもそうですね。あ、でも連絡先は知ってますね、相葉くん。俺相葉くんだけ知らないんですよ。ああ、ずっと切られてね。こ、いや嵐はだってやっぱもうそんな喋れる先輩じゃないですからね。いや年齢は近いんですけど、うん、僕入った時もすぐ半年後1年後ぐらいにもうデビューしてるんですよ。ハワイの下見行ってますからね。ハワイの下見は行きましたけど。中丸くんいなかったら嵐ないです。嵐生まれてないからね。はい、うわ。大丈夫かい？なんか叩かれたりしない？下辺に行ってるってだけ。下辺に行ってるって読めでいいじゃん。大丈夫ですか。大丈夫よ、俺はそう読む。一応読んでもらっていいですか。俺がいなかったらできてないグループ嵐。これ誤解されますよ。V6 さんももちろん先輩で。なんでじゃあ命はあれなの。いや僕その好きな先輩とか憧れてる先輩で、その井ノ原くんとか、そのまあ太一くん、なんかそれでもしかしたら勇気出してなんかご飯連れてってくださいみたいなこと言ったかもしれないですね。好きな先輩に当たるわけだね。へえー、そうなんだ。どこの後輩と仲いいの。デビューしてるグループで。まあジャンプっすかね。 それこそサバゲーとかはジャンプとなんかみんなと行ったことありますね。これはなんかどっかで言いたいなと思ったんですけど、珍しいですよね。こんな人います、いなくないですか。うん、いない。後先のこと考えずになんか何でも発言しちゃうみたいな。いないよね。あんまいないですよね。会ったことないですし、会ったらぶん殴ってます。そうでしょ。はい、好きか嫌いかの二択だったら好きなの。まあ嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないよね。はい、いやだってジャニフェスでも絡みどころ探してました。上田くんのところに連れてってくれたりして。ああ、そうそうそう。大丈夫なんだ。いやちょっと残念ながらあんまり良くなかったですね。まあちょっと上田くんが照れちゃって。あのこのチャンネルをご覧になってる皆さんからは想像できないと思います、はい、急に中丸くんちょっと来いよ菊池って言われて、うん、でついてたら楽屋なんですよ。なんか菊池が仲良くしたいんだって。いやマジですって。マジですって。会えるなよお前。いやマジですって。大倉くん見てました。はい、で、
上田君が言った瞬間に白く戻ってなんか前提としてさ、俺別に上田にそんなんなちょっと仲良く するか険悪な関係ではないですよ。でも仲間の関係にできないでしょ。いや、それは上田君が気持ちよくないじゃないですか。別に仲間の仲間の今気持ちいい状態です。あ、気持ちいい状態、気持ちいい状態ですね。どういうこと？こんな感じだね、仲間隆一って。まあ二宮君はもうあれですよ、もう感謝してますけどね、やっぱり一読み合ってますよね絶対的神グループ的にもなんかそのゴタゴタっとしてる時期とかやっぱ相談できる人いないっすよ。俺相談してもらってるからね、いろいろと。やっぱジャニーズの先輩後輩っていいですよね、そうやってやっぱり。そういう時は助かりますよ、はい、助け合いでやらせてもらって。そうだよ。でその時もうちで飲んだよね。そうっすね、お邪魔して、でまあ頑張っていこうぜみたいな話とかしてるから、なんだかんだ長いんだよね。長いっすね、4、5年前っすか。結構でもこう見るとあんまりこうなんていうんですか、人と関わらない感じだと思ってたけど、肝はやっぱ若めの20分やるんですよ。なんなら消してほしいわこれが中村雄一です。よかった俺入ってて。そもそも何年入社したっけ？98年の11月ですね。ちょうど10年先輩なんだ。10年後輩なの？そうです。マジか。2008年入社なんで。これだ。できた。どうも。中村雄一でした。今回は、まあ、こういった形で、次回、みんなで想像しながら、ああだこうで作っていきましょう。じゃあ。いやいや、中丸くんでしょ、これ中丸くんの回だって。いやいや、ふむいとしよう、今ふむって。間違えた付き合ってんじゃあ一緒にやりましょう。一緒にやろう。せーの、チャンネル登録、高評価よろしくねー。